まあ、ゲーム自体がとにかく壮大なゲームなので、音楽もやはり壮大にしたいという、ゲームの中の音源だけだとですね、僕のこう中で鳴っている音楽っていうのは、まあ、ほぼ 20% ぐらいしか表現されてないんですけども、こうやってオーケストラで撮ることによってですね、なんでしょうね、僕が本当に思い描いてたその音楽がやっと再現できるっていう、とにかくイメージ通りに仕上がったっていう印象がありますので、非常に満足してますね。いや、メドレーの選曲はすごく悩みましたね。やっぱり皆さんやっぱりこう好きな曲がこうまばらなので、こうどれを入れたらいいのか、正直僕の方もよく分かっていないっていう部分がありまして、基本的には各時代に1曲ずつと、まあ、キャラクターの強いキャラクターのテーマ曲は入れたいなと思っていることで、今回選曲してみたんですけど、これが流れた時ちょっとジンときましたね。ここはぐっと なんでしょうね、何かがこう蘇ってきたような感じがあって、でこれはいいなっていう、すごく率直にそう思いましたね。ここちょっと聞きどころじゃないかなと思います。13年前の自分ですから恥ずかしいんですよね。もうだから昔の日記を読んでるようなもんですからね。若かった頃のその荒々しさみたいなのは、やはりクロノトリガーの中にはたくさん入っててですね、そういった何でしょう、若さゆえのこの荒々しい感じっていうのがすごく出ててですね、今聞いてもなんか恥ずかしいんですけどね、個人的にはすごく恥ずかしいんですが、何でしょう、もう僕のデビュー作品ですからね。そういった意味ではすごくその僕の作曲家人生の中でかなり影響を与えた作品だっていうのは間違いないと思いますね。音楽に接するその接し方っていうのはやはり13年前と今とでは大きく変わってるなっていう、自分の中でもすごく感じるんですね。良くも悪くもやっぱり13年前のようなそのパワフルな、いい言い方をすればパワフルなんですけども、な楽曲は今の僕には多分なかなか難しいと思うんですよね。その代わり今はその13年経っていろいろ勉強してきた中でそのさらに繊細なものを作れるようになってきたっていうのはあるんですけども、13年前の楽曲がなんて言うんだろう、そのこれほどまで皆さんに愛されてるっていうのがあんまりこう信じられないんですよね、正直なところ。そういう気持ちも忘れないで、これからもパワフルなものを作りつつ、なおかつ繊細なものという形でその美味しいところを取ってこう曲が作って今後いけたらなと思いますね。